韓国の朴槿惠大統領が条件付きの退陣を表明して以降、最大規模となる抗議集会が昨日行われました。おとといの朴大統領の談話に国民は全く納得していないようです。平日の夜にこれだけの人が参加するのは初めてのことです。자신의잘못을절대인정하지않고국회의그책임을넘기는게정말무책임하고아직까지도이렇게못알아듣고있나생각이들어서정말화가났습니다抗議集会には平日としては過去最多の2万2000人が参加しました。一方、午後にはチェ被告の財団設立に出資した財閥企業への抗議活動も行われ、労働者らが朴大統領らと同罪だなどと訴えました。